ここ本当にもうリオネスなの？真っ暗でよくわかんない。久しい七つの大罪。王国を追われた大罪人が何の目的でやってきた？エリザベスを返して。何のことだ？やっぱり王女を追って。しかしどこからどう現れた？自分の置かれた立場が分かっていないようだ。俺がやる。身動きの取れないデカブツ相手に上位聖騎士さんが動くまでもないでしょ。これが神器によって引き出された奴らの力だ。お前たちが太刀打ちできる相手でもない。ふざけるな。俺たちだって同じ聖騎士だ。我らを前に一歩も退く。その戦いぶりと勇気は称える。それでこそ我らの敵にふさわしい七つの大罪ディオン。貴様の死をもって聖戦の幕開けの鐘を鳴らそう。エリザベスよ、僕の友達を返して。僕の力を見せてあげる。始めるぞ。せや、ガラ空きだ。せや、一番しきゃ。エルブラン、ディアンヌはしきりに王女を返せと言っていたようだ。王女は今リオネスにいるのか？さあ、巨人の娘の勘違いじゃないんですかね。ディアンヌが町の方に。僕は約束したんだ、エリザベスと。団長、これはディアンヌの魔力だ。なんで王都にいるんだよ。だがこの魔力は確実に彼女のものだ。どうするよ団長。俺が行こう。団長は王女の救出を最優先してくれ。七つの大罪がリオネスに忍び込んで騒ぎを起こそうとしてるって本当かい？最近森のモンスターが。よし、俺がそういう方が二大聖騎士長の一人。あのお方の言うことに間違いない。話見よう。すんぞ。それではボートに乗り込むとしよう。はっ、準備はできているな。厳しい戦いになりそうだ。
王国聖騎士とあろう者が滞在人を背にかばい、この私に剣を向けるつもりか。二人とも今すぐこちらへ戻る。ならばこの愚行なかったことにしてやろう。私のフルパワーの魔力で全くの無傷だなんて。 あなたは一体。羊の文様、まさか。そのまさか。七つの大罪、ゴートシン、ゴーセル、三条。あれが…ディアンヌをかばって戦ってくれたこと、礼を言うぞ、ギーラ。ドレファスとの戦いの後、ディアンヌは疲弊した体でお前の弟をかばい、倒れた。そんなディアンヌを守ろうと、お前とハウザーの二人はドレファスに抵抗。ここ数分の記憶から状況はすべて把握した。ドレファス、お前を全力で倒す。それはこちらも同じだ。全力で倒す。本気でいきます。始めるぞ。さて暴れちゃおっかに。ブラックアンサーアロー、大丈夫ですか？聖騎士様、ガラー、どうしてこんなことを。効率よく、ジン、ソーキン、カーリン。あの顔、手配書で見たぞ。さあ、レイ、ケア、ブラウン。あ、あなたの顔、ケア、ケア、行く。完全勝利、キュピーン。こんなものですか？ずいぶんあっけないですね。どうして悪魔だ。ドレファス、俺はもう行く。だがお前は悪魔に目覚めることはない。誰だお前は。どうなってる。二人の動きがピタリと止まった。残念だなゴーさん、戻ってこれたのは私のよう。そして再び貴様に会うことはもうあるまい。ドレファス殿、私としたことが思ったよりはダメージが大きかったようだ。
ヘルブラム卿、残りの掃除はお前に任せる。よい。最近森のモンスターが村にまでやってきて。そんな暗い顔してんじゃないよ。嫌なことは飲んで忘れちまおうぜ。ヘルブラム枢機卿か。七つの大罪がリオネスを追われた後から名を聞くようになったな。準備はできてんな。気を引き締めていこう。さて、ドレファス殿は撤退して、残っているのは俺っち一人。混戦じゃなくなったってことはさ、好き放題できるってことを、もう忘れかに。ハウザー、この子を連れて逃げて。ジール。ざっけんな。またそうやってお前は、のこと、少しはてめえのこと考えやがれ。しぶとい巨人だ。でもこれで終わり。バーフーフー。これはこれは妖精王だ。ちと遅すぎたね。元の姿に戻れよ。本当の魔力は出せないだろう。ヘルブラム、700年前君と交わした約束、ここで果たそう。あれがヘルブラム卿だと。ヘルブラム、君に理解しろとは言わない。彼女がオイラにとってどれほど大切な存在か、君にだってわかるだろう。大切なものを失う心の痛みが。なら君にわかるか、目の前で大切なものを壊される痛みが。本気になる必要がありそうだね。それじゃあ行ってみようか。ナイトファイヤー、ウィズファイヤー、ガーディアン。うわっ、さない。
まだ続けるつもりかヘルブラン。700年経った今もまだ人間を滅ぼしたいと思っているのか。まだじゃない。もう止まれないんだよ。もういいんだ、もう休んでいいんだ。いや、久しぶり、ハーレクイーン。その兜、チミへのプレゼントなんだよ。チミなら気に入ってくれるかと思って人間にもらったんだけど、でも俺っちもバカだね。よく見たらセンスのかけらもない。そうだよ、君は本当にバカだ。一つ聞かせてくれないか。俺にはどうしてもあんたたちが王国転覆を企んでいるとは思えねえ。だとしたら突然王国に乗り込んできた理由は何だ。さらわれたエリザベス王女を救うためさ。さらわれた？まさかエリザベスは今王国に。聖騎士ギルサンダー様は聖騎士の中でも随一の実力者よね。おまけに美形だし。興味深い噂。準備はできているな。ヘンドリクセン殿、こちらもそろそろ決着をつけますか。威勢だけは立派な王だ、アーサー・ペンドラ。しばらく見ねえうちに物騒な魔力を身につけたもんだな。久しいです、七つの大罪団長殿。あら、面白いお客さんを相手にしている。私の可愛いナイトも送ってあげる。悪いな兄ちゃん、すまねえがちょっと手を貸してくれるか。はい、喜んで。私はアーサー・ペンドラゴンと申します。あなたのことは昔から存じ上げています。話はことが済んでからにするか。さーて、この間の続きをするか。ギルボー、言っておくが手加減しねえぜ。今一度言おう。今の私は七つの大罪の誰よりも強い。わかった、蹴りをつけるか。蹴りをつけるぞ。覚悟はいいですか。さあ始めようか。始めるぞ。何を出しますか。人間ほどじゃない。バカ、滅んでる。こちらから行く。助けて。こちらから行く。こちらから行く。退治しに来られたんだ。俺が伝説に聞く七つの大罪。
私を守り続けると誓ってくれた。それがあなたを苦しめる呪縛になるとも知らず、10年もの間私のために自分を偽り心を傷つけ、そして今最も慕う人を傷つけようとしている。お願い、どうかもう私から解放されて、どうかあなたの英雄を裏切らないで。見えた。死ね。あなたは俺を長き呪縛から解き放ってくれた英雄メリオダス。裏切りおったな。裏切ってなどいない。俺は花からお前たちの仲間ではないのだから。メリオダス、あとは俺に任せてください。父を殺した男に復讐するこの時をどれほど待ち望んだことか。俺の怒りを受け取れ。私は見たのです。10年前の王国誕生祭の朝、ドレファスとヘンドリクセンの2人が共謀しザラトラスを殺す、あるべくもない場面も。そしてそのことを怖くてたまらずギルに伝えました。でもそこにビビアンが居合わせていて、ギルは私を守るために彼女の言いなりになったのです。王女マーガレットを人質にしていたこと、そしてギルサンダーともどもスカイマが二人を監視していたこと、なぜ、いつから気づいていたの。白夢の森で再会した時さ。ギルボーはてめえの命惜しさに正義を曲げる男じゃねえ。あいつが白夢の森でまじないを口にしたとき、
行動の一切を監視され、誰かを人質に取られていることが分かった。初めから分かっていたなんて嘘よ。本気で戦っていたくせに。ギルボーが好きな女のため命を張ってんだ。俺も命を張るのが男の友情ってもんさ。よう、アーサー、無事だったか。しかし、まさかアーサーと一緒だったとはな。七つの大罪、ボアシン、マーリン。久しいな、団長殿。もう、何もかも終わりよ。何を泣いている。まだ何も終わってなどいない。地獄の宴はこれからだ。メメザメメザメメの技、血を目覚めるのだ。内側からどす黒い魔力が溢れてくるこの感じ。ヒーラたちに何が起こっているの。多分彼女たち新世代に入った魔人の血が暴走を始めたんだ。いや、暴走させられてる。そういえば白夢の森に若い聖騎士。10年前の前期。最近気性の荒い聖騎士が増えた気がするわ。どこを見ているのかわからん目をして。気になるな。いいかい。